趣味の体を手に入れて一生ネットで生きてゆく、そんな SF を妄想してる。時間が燃えてもどうでもよくて、それでも周りの暴露したくて、タブーを犯して生きてくなんて怒られてしまう。あの時投げたスパチャを返せよ、桜の雨の涙を返せよ。悲しくなるけどそれでもいいから、ずっとニチャで笑うよ。佐々木はリリムに嫌われている、畳のマイクすぐ壊した。同期は共に卒業を誓い、簡単に気が変わっている。佐々木は家内に嫌われている、人いじることが好きすぎてジャイアン呼びかまして消えた。佐々木は家内に嫌われている。舞元とヤシラとシーナと花畑、こんな私に残ったくれわしい最愛の家族、誰もチャット返信くれない。そんな中一人返事くれた、バルもビルもブルもボルもベルモンドバンデラス、誰やねん言う